どうした三人ガン首揃えて。ん面白い話を聞きたいそうなのかよし、分かった、話してやる。この間さ、あの、ばあちゃんとさ、でっかい病院に行ったわけよ。で、病院の待合室でばあちゃんと二人で座ってたらさ、なんか、でっかい男が入ってきたのね。で、なんか野球選手みたいでさ、野球選手ってちょっと体がムチムチしてんじゃないで、なんかそれが作業着にくるまれて、まあ、あの、待合室をさ、こう、歩くわけよ。でも、でっかいから目立つわけよ。 だ待合室はさ、なんか満員で、まあ全部席が埋まってたわけよ。ほいったらその男がさ、看護婦さんにさ、俺の席がないんですけどって言うのよ。で、俺も母親もさ、ばあちゃんもさ、耳を疑ってさ、二度見しちゃってさ、うん、ほいったらもう一回、俺の席がないんですけどって言ってさ、ほで、まあ、まあだからって席用意できるわけもなくてさ、なんか看護婦さんはさ、どないせいちゅんじゃっていう感じの顔してたね。うん。 では、以上です。面白かったよし。